介護職員初任者研修の学習サポートページになります。学習の内容は、えー、教科書、テキストの読み上げとですね、えー、各科目ごとのポイント学習、それと、えー、添削課題、宿題のサポートビデオになります、えー。使用しているテキストは、ここにあります日本医療企画が 発行しているテキストになります。1巻、2巻、3巻の3冊になります。日本医療企画のウェブサイトから直接購入できます。税込み6600円と送料がかかります。また、あのサポートの受講生はですね、えー、学校に行かない方はご自身で用意しなきゃいけないんですけども、私どもの方に依頼があれば、代行して注文させていただきます。その際、あの送料は えー、無料にしております。テキスト読み上げ第1巻から、このようにですね、ここをこうクリックすると、そこを読んでくれます。第3巻まであります。例えば、えっと、心とあ、心の仕組みのところ、これクリックすると、Facebook ページに行きます。ここですね、このページに来て、 でここでこう動画を見るという形になります 6. マズローの欲求階層説マズロー1943は人間の欲求は5つの階層構造になっており下位の欲求が満たされてから上の階層の欲求 が発現すると考えましたそれから添削課題2番目に持ってきてますけども添削課題もこのようにここをクリックするとそこの問題の説明を見ることができます。例えば心の仕組み先ほどのところ120番の問題見るとこのように。 ここであの動画で勉強できるようになっております。問題2、マズローの欲求回想説について述べなさい。24ページ開けてください。24ページ。さっきの次のページですね。はい、ここにマズローの欲求回想説ってあります。 これが代表的なあの、まあ、図っていうんですかイラストねこれ絶対覚えなきゃいけないんですけどマズローの欲求階層説ってありますね5段階のピラミッドね5段階階層っていうのはこの階層ねステージね階層まあ書くとしたらマズローの欲求階層説はに人間の欲求は5つの階層構造になって いますよとで下が満たされてから上の階層の欲求が出てくると。で一番下から一番下にあるのは、えー、最初にあるのは生理的欲求です。この黄色くマークしたところをちゃんと文章にして、えー、書くともう十分ケ、OK、ーです。いいですか はい。ビデオ止めてみてくださいよ。はい。問題3。老年期の人間関係の特徴に関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい。1。健康状態が 良好な友人とのインフォーマルな関係を維持しにくくなり、ね、友達付き合いもなかなかできなくなるでしょはい、大事ですね。はい、互形成は重要です。ということで答えは1番でした。で、この添削課題はですね、 えー、学校に行く方は、学校からもらえるんですけど、その時にあの、振り仮名付きのをもらってください、えー。ネットで添削問題を解くような学校もあるかと思うんですね。で、その場合は、この紙の問題集をここからダウンロードできますので、ここからダウンロードしてください。あと、学校に行けない方はね、ご自身でテキストを購入されている方は、 ここでこの問題集をダウンロードして勉強するとよろしいかと思います。こうクリックすると先ほどのページに行ってですね、ここでこうダウンロードできます。それから各科目のポイント学習ですね。これはいろんなの。 形でこうな、ポイントを教えるような動画を今どんどん作成中なんですけども、えー、どんどん進んでいきます。で、ここにこう、優しく、優しくって、このタイトルがついてるのはですね、ここで説明あるんですけども、特定技能の学習のテキスト、それを使っております。えー、それでこう、かなりこの概要、 短時間でこう理解できるようなそういう動画を工夫しております。これが科目別ポイント学習のところで、えー、時々使っているテキストになります。タイトルが優しくうんぬんというふうになっておりまして、えー、初任者研修のテキストはですね、えー、まあかなりあの内容表現が難しいので、 この特定技能試験対策用に用意されたこのテキストを振り仮名をつけた形で使用しております。これを使うと初任者研修の学ぶ科目の概要をですね、概要といってもかなり深いところまで勉強できるようになっております。そのようなビデオの場合は、このように初級と専門級に分けておりまして、まず、 優しい部分の説明をした後に難しい部分の説明をしているという二部立てのビデオになっております。これが科目別学習ポイントのところで時々使っております。まあ内容はですね、こんな感じでちょっと大きくしますと、す、え、べ、ー、て振りが長がついて、まあいろんなこうイラストもあって、 かなり分かりやすいね。理解しやすい形になっております。まあ、これを使いながら時々他の資料も入れてビデオは作成しております。例えば心とあ心の仕組みのところ、これクリックするとまた先ほどの？facebook ページに来るんですが、ここでこう動画を見て勉強できるとその範囲に大体こう理解できるような、そういう仕組みになっております。 いうとこの1、2、3、4を一つのグループにまたする考え方があるんですよ。ここは、こっちは2つと3つのグループに分けましたよね。基本的欲求と社会的欲求に分けました。今度はね、この1から4までのグループと5と分けるんですよ。はい、これが初任者研修の 学習サポートになります。えー、完全無料でございます、まあ。テキストを必要な方はご自身で買っていただくか、えー、初任者研修のコースをやっている学校に通っていただくと、その勉強のサポートをするということになっております。